はじめましてだな。俺はゴミマサル、よろしく。はい。若いな。君はいくつだい？17ですけど。クオンさんと一つ違いか。まずいな。まずいって？いくら年が近いからってクオンさんが。いや、俺の考えすぎだ。そうに決まってる。はあ？すまない、気にしないでくれ。ゴミさん、休憩中ですか？うん、少し休んでいるところだ。アエト君は散歩かな？ええ、ちょっと散歩中です。あんまりうろつくと司令官に叱られるぞ。クヌギさんですか？ちょっと苦手かな。そうか。だがなアエト君、司令官は寡黙でストイックなところもあるけれど、素晴らしい人物だと俺は思ってる。そうなんですか？はあ、繊細かつ大胆な式に俺は全身に震えが来たことが何度もあるよ。男の中の男ってやつだ。そうかな。僕、道具のように扱われてる気がするんですけど。そんなことはないさ。ああ見えても司令官はアヤト君が先頭に出た時結構気を使ってるんだ。僕には感じませんけど。それは君が戦いに集中してるからだよ。そうかな。すごく冷たい人に思えるけど。アヤト君、それは大きな誤解だよ。どうしたんですか、いきなり。いいかい、アヤト君。司令官はな、どんなに大変な状況下でも、部下や戦闘要員に気を使ってるんだ。ゴミさん?飛び立った戦闘員が戻らないとき、司令官はどれだけ苦しんでいるのか、そばにいれば誰でもわかるんだよ。決して顔には出さないけれど、伝わってくるんだよ。伝わるって、何がですか？司令官の悲しみがだよ。そうなんですか。アヤト君はここに来て日が浅いから知らないと思うけれど、あの人はそういう人なんだよ。見た目ではわからないものなんですね。俺は軍人としてかくありたいといつも思ってる。あの人は俺の目標なんだ。なあアイト君、以前から気になってたんだが、クオンさんはどうして君のことをオリンって呼ぶんだ？ああ、そのことですか。僕にもわからないんです。初めて会った時からそう呼ばれてて、もう慣れちゃったんで気にしないことにしてますけど。もしかしてそれはあだ名じゃないのか？そうなのかもしれないけど、でもあだ名ってもっと意味のありそうな言葉をつけるような気がしますけど。いや、きっとクオンさんにしかわからない何か特別な意味のあだ名なんだよ、きっと。いいな、オリン。いいな。そうですか?いいですか、本当に。そうかな。アイト君、お疲れ様。あ、お疲れ様です。アイト君は軍人じゃないのに
戦闘に参加して大変だな。でも僕は時々ですから。いつも働いてるゴミさんたちの方が大変ですよ。まあね、ここではいつも気を張ってなければいけないしね。僕は東京にいた時から民間人だし、軍人として働くっていうこと想像したことないです。そうかい。俺は子供の頃から自分は軍人になるって考えていたよ。え、子供の頃から？すごいですね。いや、理由は大したことじゃないんだ。俺の家系は代々軍人の家系でね、自分も将来は立派な軍人になるんだって子供心に思っていただけだよ。ふん、代々家系がそうだとそう思うもんなんですか？代々軍人をやっているというのは俺はいいことだと思う。人生に目標があるということは大切だよ。なるほど。どうしたんだ、ため息なんかついて。ゴミさんはすごいなって感心しちゃいました。どうしてテラを勤務先に選んだんですか？いや、それはたまたまさ。配属された先がテラだったというだけなんだ。テラよりも軍の方が良かったんじゃ。そうかい。軍人ならどこに配属されても同じだよ。外敵と戦うという点では戦闘要員もオペレーターも共に戦ってるわけだしね。そうかもしれませんね。俺はテラに来てよかったと思ってるよ。ムーには俺の友人や仲間の命がたくさん奪われたからな。そうですか。ゴミさんには戦う理由があるんですね。民間人のアエト君には苦労をかけてると思ってるよ。ゴミさんたちの指示で僕はなんとか戦えてるんです。だからお互い様じゃないですか。アエト君は下手な軍人より立派だな。そんなことありませんよ。俺もアエト君に負けないように頑張らないとな。やあ、ハヤト君、買い物かい？はい、ちょっとめぐみちゃんに買い物を頼まれて。そうか、お手伝いご苦労様だね。お店が混んでると買い物するのも一苦労ですよね。こう混んでいたんじゃゆっくりと品物が選べないな。ゴミさんは何を買いに来たんですか？新しい器具が入ったと聞いたんで買いに来たんだ。新しい器具？ほらこれだよ。効きそうなものばかりだろ。ダンベルに健康器具、しかもこんなにいっぱい。これ全部買ったんですか？ああ、俺は体を鍛えるのが好きだからね。うわ、僕はランニングするだけでもヘトヘトになるのに。若いのにだらしないぞ。健康な体を保つためにも適度な運動は必要だと思う。アエト君もぜひやってみるといい。え、僕はいいですよ。体を動かすと身も心もすっきりする。心もすっきりするんですか？運動をして汗をかくと心に溜まったものまで流れ出るような気がするんだ。そりゃ気分爽快だよ、アエト君。なるほど、そうかもしれませんね。俺は何かに迷った時はまず運動だね。運動するとすっきりするからですか？そうさ、うじうじと悩むより運動するのが一番の解決策だと俺は思うね。運動で活発になって頭で考えればすぐに解決だよ。そっか、
僕もちょっとやってみようかな。その時はいつでも俺に言ってくれよ。おすすめの器具を貸してやるからさ。そうなった時はお願いします。どうかしたんですか、ゴミさん。ぼーっとしちゃって。ん、ああ、アイト君か。いや、ちょっとね。はあ、クオンさんはいい、実に素晴らしい女性だ。はあ、そうなんですか。アイト君はいいな、クオンさんと仲良くできて。そんなことないですよ。そういえば確かゴミさんとヨモダさんはクオンをお気に入りなんですよね。ヨモダと一括りにされても困るが、そうだよ。どうしてゴミさんはクオンに話しかけないんです？いや、その、俺はいいんだ。ヨモダさんはクオンに会うたびに話しかけてますよ。ヨモダはな、俺は見ているだけでいいんだ。好きなのに見ているだけでいいんですか？なんというか、声をかけてはいけない存在のような気がして。え、勇気を出して話しかけたらいいじゃないですか。とんでもない。好きだからこそ言えないんだよ。でも好きだったらアプローチしないと。神聖なものに気軽に声はかけられないよ。神聖？クオンがですか？ああ、少なくとも俺の中では神聖な女神のようだ。そんなもんですか。アエト君にはクオンさんの本当の良さがわからないんだ。神秘的な存在、可憐な唇から漏れる詩的な言葉。はあ、美しい外見もさることながら、あの聖女のような雰囲気は素晴らしい。見ているだけで心が洗われるよ。そう思うだろう、アエト君。どうでしょうね。クオンさんのことを考えてどれだけ眠れぬ夜を送ったことか。そこまでなんですか。君だって自分にとっての女神が現れたら、そういう気持ちになると思うよ。まだ僕にはわからないけど、そういうものなのかな。そうに決まってるよ。それが恋ってものなんだ。俺はこうしてクオンさんを見ているだけで幸せなのさ。はあ、そうなんですね。ゴミさん、何してるんですか？アイト君、どうかしたのかい？こんなところで何してるのかなと思って。いや、何もしてない。俺は何もしないからな。あれ？ゴミさん、今何隠したんです？何も隠してなんかない。おっと、ゴミさん、思いっきり怪しいですよ。気にしないでくれ、大したことじゃないから。そう言われるとかえって気になるんですけど。頼むから気にしないでくれ。人には言えないようなことなんですか？ゴミさん、いつもは潔くて男らしいのに。そう言われると俺のプライドが。仕方ないな、誰にも言うんじゃないぞ。はい、誰にも言いません。で、何を隠してたんです？これだけど中は見せないからな。何何？女性の心理百箇条？何ですかこの本。
中を見るなと言っただろう。やめてくれ。どうしてこんなの読んでるんです？それは女性の心理を知ろうと思って。女性の心理？何のためにです？それはそのクオンさんが俺のことをどう思っているのか気になってな。それでこんな本を読んでたんですか？はあ、クオンさんのことを考えるといても立ってもいられない気持ちになるんだよ。そうなんですか。これを読めば少しはクオンさんの女心がわかるかと思うんだが、アエト君はどう思う？クオンの心理を理解するのは並大抵のことじゃできないと思うんですけど。そっか、やっぱりこんな本を読んだだけじゃ女性の心理はわからないのか。女性のっていうか、クオンのは多分やっぱり単刀直入に本人に聞くのが一番手っ取り早いと思いますけど。それが聞けたら、それができたらどんなにいいか。ああ、クオンさん。ゴミさん、どうしたんです？難しい顔をして。ああ、アヤト君か。近頃ムーの活動が激しいと思わないか？ええ、最近は特にそんな感じですね。最近になっていきなり激しくなったということは何か重要な意味があるのかな？どうなんでしょうね、その辺はよくわからないです。そうだよな、アヤト君にわかるわけないか。でも敵がどんどん強くなってるのはわかります。ああ、これからさらに戦いが激しくなるかと思うと余計に気になるよ。そうですね。なんです、ゴミさん、真剣な顔をして。あのな、アヤト君、俺は正直君がいてくれて助かってると思ってる。え、どういうことです？アヤト君とラーゼフォンがいなきゃテラはもっと早くに負けていた気がするんだ。そうかな、僕はそんな風には。まあ聞いてくれよ。ええ、今の戦況から見てラーゼフォンがいるから乗り切れていると言っても過言じゃないと思う。そうでしょうか。基地のみんなはそう考えてると思うよ。俺は本当に君に感謝してるんだぞ、アイト君。まあ僕は自分のやれることをやっているだけだし。ありがとう、本当にありがとう、アイト君。アイト君、ちょっといいかな？ゴミさん、どうかしたんですか？ちょっとここだけの話、バーベム財団の黒い噂、君は何か聞いてる？黒い噂？何です、それ？テラの中で噂になってるんだ。テラの運営資金についてなんだ。実は主にバーベム財団が出資をしているらしい。それが何か問題あるんですか？何か問題って重要なことだろう。もともとテラは連合傘下なんだし。戦うためにお金を出してくれるんでしょ？それっていいことじゃ。まったく、アヤト君は子供だな。子供扱いはひどいですよ。でも違うんですか？多額の出資ということはそれだけ発言権を持ってるってことだろう。そういうことになりますかね。ああ、
少なくともただの慈善事業で多額の出資をしているとは到底思えないね。ゴミさんは心配性なんですね。いや、慎重なだけだよ。彼らはどうもうさんくさすぎる。バーベム財団ってどんな組織なんです？どんな組織って言われると俺もよくわからないが、先端技術のパテントで有名さ。そういう組織だから、おそらく何らかの目的を持って寺に出資していることは確かだろうな。そうですよね。目的が見えないのはちょっと不気味な気がしますね。だろ？俺はどうもあの財団は信用できない。いつ何を言ってくるのか分かったもんじゃない。僕も用心した方がいいのかな。ああ、ラーゼフォンごと我々が利用されることだって十分考えられるからね。そうですね。アヤト君、どうしても君に確認しておきたいことがある。ゴミさん、なんだか深刻な顔ですね。君はそのクオンさんとどういった関係なんだ？え、クオンと僕の関係ですか？そうだ、この際はっきりと答えてもらいたいんだ。そう言われてもただの友達ですよ。本当か？ただの友達って本当にそうなのか？君の本音をはっきり聞かせてくれ。別にただの友達だと思いますけど。ああもう、君はクオンさんをどう思ってるんだ？え、どうって、不思議な子だとは思いますけど。違う！男性としてどう思うかと聞いてるんだ。いや、男としてもそれ以外に思ってませんけど。本当だな。アヤト君はそう思ってるのか。なんだかやけに念を押しますね。実はな、俺は思うんだ。クオンさんはアヤト君に恋をしてるんじゃないかと。クオンが僕に恋？やだな、違いますって。もしそれが本当なら、クオンさんの幸せを思って俺は二人を温かく見守る覚悟なんだ。ちょっと待ってください。僕、クオンのことを何とも思ってませんから。なんだと？君はあんなに素晴らしいクオンさんのどこが気に入らないって言うんだ？ゴミさん、落ち着いてください。この神をも恐れぬ不届き者め。クオンさんは世界一素晴らしい女性なんだぞ。そうかな。そんなに言うのならゴミさんがクオンを幸せにすればいいじゃないですか。俺がクオンさんを幸せに？クオンだってそこまで思ってくれる人と一緒になった方が幸せだと思いますよ、多分。うわあ、俺がクオンさんを幸せに。ゴミさん大丈夫ですか？すまない、アヤト君。想像しただけでめまいを起こしてしまったよ。本当に大丈夫かな。ああ、アヤト君か。もしかしてお休み中でした？いや、
瞑想していただけさ。思い出せる限りテラ本部への侵入路を自分の中で確認していたんだ。侵入路ありそうですか？難しいな。相手がクヌギ司令となると防御は完璧だと思った方がいいだろう。あの人は強い。そうですね。だからこそ少し気になるところもあるんだが。ん？ま、その辺はさておき、アエト君、君に頼みがある。なんでしょう？そのクオさんのことだ。きっと今頃は冷たい部屋に幽閉されているのに違いない。もし君がクオさんを見つけたら必ず保護してあげてほしい。分かってます。見つけたら保護します。安心してください。よし、じゃあ俺はヨモダと打ち合わせをしてくる。戦いの方は任せた。だからフォローはこちらに任せておいてくれ。はい、大丈夫です。強くなったな、君も。みんなに言われます。そうか、じゃあまた後でな。